じいさん。お姉さん、危ないから早く逃げよう。カリンね。おばあさま、カリン、おばあさま。おじいさまの死は残念でした。私、いや、私たちはあなたに言っておかなければならないことがあります。おばあさま。おばあさま。ばあさんが持っていかれた。腕だ、腕を攻撃するんだ。食われるぞ。おばあさま、カーリー、おばあさま。いや、私の中の黒い力が溢れて、一体これは。何？あそこだ！レッドハイの顔に女がへばりついているぞ！人間がレッドアイに素手で立ち向かってる。おじい様を、おばあ様を返せ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 。見ろ、あの女、レッドアイの腹からバーザーを引きずり出してるぞ。あなた、とうとう。お兄ちゃん、ルナ。いける、いけるぞ。七号とあの女がいればレッドアイを。レッドアイを倒した。人間が素手で、あんな女が一人で倒したっていうのか。殺す、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 殺す。ダメだ、あいつら正気をなくしている。くそ、助けて、助けて、やめて、やめてください。おい、危ないぞ。二人ともやめて。もうレッドアイは死んだ。戦う理由なんてないんだ。でもあのお姉さんを放っておけないよ。やめてください、こんなこと。やめて。やめろ、奴らは化け物だ。違う、化け物じゃない。あのお姉さんは人間です。だから戦うのをやめてください。動きが止まった。7号、7号を抑え込むんだ。僕は、お姉さん。私は一体、聞こえますか、僕の声が。あなた、レッドアイ各部粉砕を確認しろ。竜の会メンバーは全て捕獲しろ。一人も逃がすな。お兄ちゃん大丈夫？
大丈夫だよ、ヨナ。お兄ちゃん、怖かったよ。ごめん、ごめんね、ヨナ。なんだか、あの二人を見てたら、助けずにはいられなくて。なんでだろう。一度も会ったことないのに。7号は鎮静剤を投与して回収しろ。E22 の残骸も全部回収だ。急げ。マーベルの機関で見つかると面倒なことになるぞ。全部終わったみたいです。お姉さん大丈夫ですか。私一体、おじいさま、おばあさま、怖いよ。こっちにも生存者がいるぞー。